岡崎市シビックセンターは愛知県岡崎市羽根町にある公共施設である。各教室や図書館のほか大ホールが設けられている。なお、岡崎市シビックセンターと隣接する岡崎地方合同庁舎と合わせて岡崎シビックプラザと呼ぶ。北側から撮影。岡崎地方合同庁舎と岡崎市シビックセンター。南側から撮影。 岡崎市、シビックセンターと岡崎地方合同庁舎。岡崎駅東地区の土地区画整理事業の一環として2002年4月22日に開館した。市南部の交流拠点、行政窓口として、岡崎市所、図書館や貸しホールなどを設置している。2階の交渉役場や司法書士会、土地家屋調査士会は、 隣接する合同庁舎と渡り、廊下で繋がれ、利便性を提供している。4階には、市で初となる、音楽専用ホール、コロネットを備えている。建物は1988年に解体された、南部公会堂の面影を一部で再現する形で、デザインされ、ハートビル法を適用している。また、地下には備蓄庫を設置し、災害時の拠点にもなる。 一方、合同庁舎は、岡崎税務署、名古屋法務局岡崎支所名古屋地方検察庁岡崎支部、岡崎区検察庁、岡崎公共職業安定署、岡崎労働基準監督署、東海農政局、岡崎統計、情報センターが入居している。現在岡崎市、シビックセンターがある場所にはもともと森永製菓、岡崎工場が建てられていた。 キャラメル、ビスケット、チョコレート工場など40棟の建物があった。岡崎工場の閉鎖が決まると、市は1980年3月21日、岡崎市土地開発公社を通じて、工場跡地につき、森永製菓と売買契約を結んだ。購入金額は、建物解体費を差し引いた18億円。同年9月30日、岡崎工場が閉鎖される。 市が取得した23,501平方メートルの跡地は、1981年7月から、市の総合原業事務所、倉庫及び資料収納庫として使用された。岡崎駅の東地区は1991年から、土地区画整理事業が進行していた。1996年2月29日、建設省の進めていた。 シビックコア地区整備計画の第1号として、埼玉県浦和市、北海道釧路市とともに選定された。シビックコア地区の北端に位置する場所に合同庁舎を建設し、国の行政施設を集中することが決定した。市側も、市南部の交流拠点の建設を決定し、音楽ホールなどを備えた施設の計画を策定した。市は、 岡崎地方合同庁舎の建設用地として、5850平方メートルの土地を14億1、277万5、0円で国に売却した。シビックセンターは2001年5月19日に着工。10月23日、愛称の公募の結果、合同庁舎とシビックセンターの総称として、岡崎シビックプラザ、音楽ホールを、 コロネットとすることが決定した。合同庁舎は、同年12月25日の岡崎税務署を皮切りに、出先機関の移転を開始し、2002年1月30日に、完成式典を開いた。一方のシビックセンターは4月22日に開館し、岡崎駅西側にあった、南部市民センターや岡崎市所が入居した。2008年には、 内田だおさむジャズコレクション資料室が、岡崎市図書館交流プラザの開館に合わせて移転した。2009年4月1日からは、サントリーパブリシティサービス東エネック、名古屋ビルサービス P&P の共同事業体を指定管理者とする運営が始まり、従来の窓口業務から拡大して、企画や広報までを委託運営することとなった。南部市民センターは、 三万冊の図書を所蔵する図書室をはじめ料理講習室や体育集会室第1点には室第1から4講習室を設置している第4講習室には電気用を設置しており陶芸教室としても利用できる音楽ホールコロネットは果敢を意味する英語のコロネットから取られている3階に 入り口が設けられ、4階にエスカレーターで上がるような構造を持つ。客席は425席あり、親子席も備えている。このほか楽屋4室と3階にリハーサル室2室を設置している。このほか1階に展示、情報コーナーが設置されており、ミクスネットワークと東方ガスがそれぞれ展示を行っている。また、音楽情報コーナーには、 国内の音楽イベントのチラシやコミュニケーションボードを設置をしている。公共交通自動車、東海愛知新聞1980年3月2日、一面、市が18億で買収岡崎駅周辺整備で有効利用。東海愛知新聞1980年3月22日、一面、18億円で、岡崎市へ森永跡地売買契約を結ぶ。 岡崎市議会議事録平成3年6月定例会6月13日から15号。岡崎市議会議事録平成10年12月総務、常任委員会から12月15日から01号。中日新聞1996年3月2日、西三河版西三河、22面。岡崎市議会議事録平成10年12月定例会から12月10日から26号。 中日新聞2001年10月24日、西三河版西三河22面。中日新聞2009年3月31日、西三河版20面。ありがとうございます。